ですね。今日は何をしましょう。に来たんだもの。今は圧倒されてる場合じゃないわ。そうだったの。わかったわ。ありがとう、シュレーディンガー博士。これからはどうするつもりなのです。どうするつもりかって言うまでもないわ。プロメテウスが最後までその責務を諦めなかった以上、みんなに指定された得意点の器として途中で諦めるわけにはいかないでしょ。引き続き崩壊エネルギーをこっちに集めて、博士。私は元の計画通りこの世界の新生律者になるわ。分かったなのです。ゼーレさんたちも自分のやり方で頑張ってくれているなのです。結果的に少なくとも敵にとってはトラブルになるはずなのです。キラさんの言う通り、崩壊エネルギーをあなたの方に集めるなのです。ですが、プロメテウスさんの協力がなければ、3倍から5倍の努力をして、やっと以前の3割から5割の効果がある程度なのです。それが何を意味してるのか、分かってるなのです。ええ。たとえ全力を尽くして、目標の1割にしか到達できなかったとしても、私は迷いなくやり通す。何しろそれがあるアイドルの卒業公演になるかもしれないから。だったら全力でやるに決まってるでしょ。華麗な登場を見せましょう。全知の力を持つ熱狂的なファンをびっくりさせなきゃね。何か言ってくれないの？ええ、6年前より今のあなたの姿はだいぶ可愛らしくなったなのです。ありがとう。でも次はニグラスの前で言わないでね。正直に言うと、砂糖の鍵の力をここまで解き放ったのはこれが初めてよ。話によると、前回砂糖の鍵を超限解放した時はしばらく経った後に壊れたのよね。はぁ、今回また壊したらきっとコンペイトー長老にきつく言われるわ。でもそんなにひどいことにはならないはずよね。何しろ前回の修理の時に砂糖の鍵はいくつかに解体されたから、これはそのうちの一つなの。そう考えると権限権と結構似ているなのです。でもそれはそうなのです。支配の権能には一定の次元性があるなのですから。それについてはあまり詳しくないわ。とにかく今から私は外の鍵の力を利用して虚数特異点の発生を早めてみる。できるだけプロメテウスの協力がない状況でも
目標を果たせるようにね。あとは私に任せて。博士はゼーレたちを手伝ってあげてちょうだい。どうしたの博士、何か問題でも？キラさん、何をしているのか本当に理解しているなのです。もちろんよ。分かったなのです。では幸運を祈っているなのです。私たちの聖護者。ええ、そうね、その通り。私は運命に恵まれた天才たちと比べられない。これ以上無理しても自分で墓穴を掘るだけよ。そんな制限も弱点も心の中でちょっと考えただけで全部あなたに読まれる。そうでしょピーター。私が一番よく分かってるわ。才能も資質も、私はトップにいるような人間じゃない。アイドルとして思い切り歌えない。ヴァルキリーとして仲間を助けられない。シュガーズ一族としてもあなたを止められない。少し前に私はスーサナのことを慰めようとしてたけど、あの時彼女に話した言葉は結局私自身へのものだったのよ。才能、経歴、様々な理由によって自分たちの憧れた姿になることはできないけど、その憧れの姿に限りなく近づくことならできるわ。しかも彼女たちにもできないようなことを成し遂げられるかもしれない。それこそがいわゆる夢の真実なのかもしれないわね。前を見つめ努力し続けたら
誰もが想像できない形で夢を実現できるのかもしれない。こんな純粋な考え、私だって信じたいに決まってるでしょ。でも現実がそんな風に変えやすいなら、こんなことになっていなかったでしょうね。仲間が一人ずつ去って、敵が一歩ずつ迫ってくる。まるであの戦いに戻ったみたいよ。あの時私は最後まで戦えなかった。自身の意志ではなかったけど、結果的に私は第二次崩壊の脱走兵になった。でも最後まで戦ったとしても、私に何ができるの？全力を尽くしてもう一度自分の限界に挑んで、結果が変わったりすると思う？きっと何も変わらないでしょう。私は何もできない。結局セシリア様は犠牲になる。きっとそうよ。だから脱走兵になってから、ビアンカが物語の結末を教えてくれるまで、私は心の奥でセシリア様の死を受け入れていたんだと思う。セシリア様と共に死んでいったのは、二度と戻れない私の青春。私のことを嘘つきだって言っても構わない。顔がどれほど鮮やかでも、いくら明るく見せても、そんなの所詮心の仮面でしかない。結局のところ、私は自分自身が怖い。あの不器用な彼女が、いつか心の奥に隠された迷いとやましい気持ちに気づくのが怖いの。彼女がとっくに気づいてるとしても、自分も他人も騙せば何の問題にもならないわ。それが私がアイドルであることにこだわる理由でもあるかもね。でもまだ大丈夫。今回の相手が全知の能力を持つあなたでよかったわ。この世界のあらゆる偽装があなたに見破られてるって考えると、むしろ気が楽になるのよ。見ての通り、私はこんな風に臆病者で、脱走兵で、半人前の偽物アイドルよ。実力がないのに大物ぶって自業自得になったとしても、私は止めたくない。最後まで頼もしい先輩を演じていたいの。私は嘘つきだし、それも普通よね。別に時期になったわけじゃないわ。私が破滅への道に向かうことになっても、崩壊エネルギーが集まってくる限り、律者は誕生する。もちろんそんな時に何が生まれてくるかは私のコントロールの範疇を超えてる。でもあなたがコントロールできる範疇でもない。だからパフォーマンスに間に合わなかったら、その時は後悔しないようにね。確かにそうなのです。あなたの話に同意するのはひねくれているなのですが、どの視点から見てもしぐれキラさんが放った強がりの言葉は敵を怯えさせる価値がないなのです。シュレーディンガー博士、君は自発的に僕に話しかけているのかな？もちろんなのです。ですがやっぱりあなたが全知だとしても瞬時に理解することはできないなのですね。しぐれキラさんの計画は頼りないものなのです。最終の器として彼女の崩壊エネルギー適応性は高くないなのです。それはつまり
虚数特異点が誕生する前に彼女が必死になって集めた崩壊エネルギーが先に暴走するという意味なのです。例を挙げると、中に入った料理が出来上がる前に圧力鍋が蓋を失うようなものなのです。外からの助けがない状況で彼女がゾンビになってから律者になることを目指しても、現実はそんなチャンスを彼女に与えてくれないなのです。君は僕よりもはっきりとものを言うんだね。だから私は彼女の計画に加わると決めたなのです。疑問に思っていなかったなのですか。なぜ月の岩に憑依した私が高等の賢者のように世界を自由に行き来することができるのかと。君はただ憑依対象を頻繁に変えていただけだ。命を懸けている彼女たちとは違って、君が背負うリスクは世界に拒絶される可能性があるだけだよ。では私は一体どうやってシグレキラさんに協力して崩壊エネルギーを集めたと思うなのです。それは月の岩の基本的な性質、焼け石に水みたいなものだ。ですが私が本当にそれほど弱い存在なら、どうしてあなたはこんな風に私と会話し続けたなのです。だから言ったなのです。あなたが全知だとしても、瞬時に理解することはできないなのです。世界は複雑で混沌に満ちているなのです。バタフライ効果を回避するために、あなたは一定の時間ごとにみんなの考えを検索し、自身に対する脅威を一つずつ判断する必要があるなのです。そしてそれこそ私があなたのために考えた罠なのです。もとより今の私に演算できるのは、所詮似て非なる実効性があるように見えるプランでしかないなのです。全部が実現できるわけではないし、どれも見た目ほど完全で頼もしいものでもないなのです。ですがそんな理由で私に対する探知を諦めることができるなのですか。どのプランでも観測、演算、検証が必要なのです。干渉系を持っているあなたの方が情報を処理する効率が私より高くても、多少なりとも巻き添えを食らうことになるなのです。私の仲間たちにとってはそれで十分なのです。そして私にとってもこれは彼女たちと同じように自身を燃やして命を懸けることでしかないなのです。実を言うと喜ぶべきことだと思っているなのです。今回の相手が全知の能力を持つあなたでよかったと。
今のビタさんにとって私は確かに無視できない存在なのですね。結局のところ科学で奇跡を起こすなら方法は一つしかないなのです。確率が低いなら奇数を増やせばいいなのです。一回の実験で希望が見えないなら数千数百万回の実験を重ねればいいなのです。今彼女だけの奇跡があなたが気を配れない隅でこっそり誕生したりしていないか見てみようなのです。そう、あなたがずっと警戒していたゼーレさんのことではなく、今あなたの監視下にいるシグレ・キラさんのことなのです。パフォーマンスを始めましょう。ありえない。シグレ・キラの計画は無鉄砲な行動でしかないはずだ。崩壊エネルギーの収集に成功したとしても彼女はゾンビ化する運命から逃れられない。そしてゾンビから律者に覚醒するなど、そもそもおとぎ話のようなことだ。シュレーディンガーの行動もかゆいところには手が届かず、あらゆる知恵を尽くしても彼女にできるのは所詮人の精神を乱すくらいだ。彼女は律者を作り出せない。僕の判断に間違いがあるはずがない。だがなぜそうだとしても彼女たちはここまで歩いてこられるのだろう。崩壊エネルギー収集完了。虚数特異点構築開始。来なさい、シャ。パフォーマンスを始めましょう。やっぱり来たわね、ビタ。あなたも私のライブに参加したいの？情熱的なお客さんが多いわね。でもパフォーマンスが終わるまではステージに上がっちゃダメよ。私がいることを忘れないでくださいなのです。ありがとう博士。ほんの少しの干渉手段ですが、少なくともこの対決をより公平なものにすることができるなのです。耐えるなのです、キラさん。虚数特異点はもうすぐ安定するなのです。安心して。アイドルはパフォーマンスを途中でやめたりしないわ。
方ない、ここまでにしよう。あと少しだったのに。皮肉だが、少し前の僕は君たちの計画には何の可能性もないと思っていた。なのに今の僕は余計な問題を回避するために攻撃せざるを得なくなっている。君は実によく頑張ったよ、偽りのアイドル。君の唯一の不幸は、全知の能力を持つ僕が人よりも一歩早かったことだけだ。君が律者、ゾンビ、いや、それ以外の何かになっても虚数特異点の原型は僕に潰される。できたわ。ようこそ。私たちがあなたのために用意した本当のステージへ。やっと捕まえた。